いやー、豊作だ。たくさん仕入れてしまったよ。今回ですね、海岸の余ってる部分をね、また作っていくわけなんですけど、まあ、多分サムネで場所はお分かりになってるはずでございます。あのね、狭い狭いスペースですよ。左側の陸地2つと岩場のところ。水色さん、どうやって作るの？あ、ちゃめちゃんありがとう。めちゃくちゃ助かります。どうやって、貢ぎのプロより。どうやって作るのというところなんですけど、今回はね、桜が散ってそうな花の道を作ろうかなと思っております。なんか本当は、今日も夢番地行こうかなと思ったんですけど、やべえ、なんかクリエイトしたいと思って、クリエイト魂がね、うずいてしまったので、ここですね、ここまで、だいたいこの辺まで、この上は、あっちの、岩場をメインで作るので、こっちの下ですね。この辺をメインで、こう、怖いって感じね。この辺、この辺。これもなんとかしないとね、だからね。これちょっと今、向こうから見えないんで置いてるんですけど、邪魔だよね。なんでこの辺をメインで、サメいるやん。釣りざお持ってないんじゃ。でね、なんで、この辺を道にして、桜の、屋台通りみたいな感じで作っていきます。俺は毒行き。早速やっていきましょう。さあ、準備が整ったぜ。やっていきましょう。さて、どうしようかな。ここに屋台をね、置こうと思ったんですよ。めちゃくちゃ狭かった。なので、一旦これ閉まって、どっちに屋台置こうかなっていうところなんだけど、下に置くと目立つので、やっぱここだな。ここにちょっと頑張って気合で乗っかってもらいましょう、屋台には。屋台今回2つ持ってきてるので、結構狭い感じだね、これ。ギリッギリかもしれない。大丈夫かな。これ多分ギリッギリでいいんじゃないかな。うん。で、もう1個、そう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 。こんな感じ。そう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 。あ、こんなんでいいんじゃないかな。なんかもう、マジで、海っぺりギリギリとかも気にしないで、一応入れるか。これやると。これでいこう。そしたら。OK。んで、一応ね、念のため、雰囲気作りと、いうことで。置けない。あ、置けない。ああ、一個なのか。なるほどね。あ、こういう感じね。おーおーおお、すごいね、ちょっとこれ。あ、じゃあもう完全にこれ、あれだわ。激ムズスポットや。うわ、マジか。ちょっと待ってくれ。これは、そう来たか。ここがね、出っ張り 1.5 マスなんだよね。で、屋台の中に、それっぽく何か置こうと思ってたんだけど、ちょっと一旦これは置いといた方がいいな。で、道敷こうかな、道。で、上と下に分岐する道にしたいので、ちょっと太めに、これで上向きにして、下向きには、これで、行こう。こんな感じで。OK。で、最近ちょっと、マイブームでやってんのが、すごい、ちっちゃくちっちゃく、なんつうの、1マスのタイルじゃなくて、マジでちっちゃいやつを散りばめるみたいな感じのやつがマイブームでして、こういうね、丸々のタイルじゃなくて、こっち系の、見える見えない、どっちみたいな感じで作るのがマイブーム。1マスとか開けてもいいしね。うん、こんなんで全然いい。ちょみちょみと続いてるイメージさえできれば十分やんね。もうこんなんでいいんじゃないかな。こんな本当に、ポツポツ。あー、リリーが当たってる。珍しい、こっち来んの。めっちゃ俺注目するやん。やめた。せっかく聞きに来たのに。かわよ。やっぱリリーいいよね。あ、歌うやん。俺のこと嫌い？もしかして。歌うのかい。で、いつも通り、この左側の生えにくスペースは、ここ多分4マスあるから、いつもの3マス映えの、こっちは一緒やけど、3マス映えの違うバージョンで作っていこうかな。ここ低木植えて花。で、こっちは低木、獅子おどし低木かな。うん。ちょっと忘れそうやけど。一応、
で砂浜なんで土の道にしようか。あ、分かった、こっちちょっと灯籠置こう。灯籠置いて低木置いて獅子おどしにしよう。低木と前後逆の方がいいかもしれないけど、ほんでここら辺をどうしていくかって感じないけど、道端とかにもベンチとかはね散りばめて、まあ本当に自由に休憩スポットですよみたいな感じにしたいので、でここまでって言ったよね。そうね、でここにベンチ一つ。これギリチョン置けないのか。ここに縁ギリギリに置きたかったな。厳しそうですね。で、あとこの辺もかな。結構ベンチの数少ないかもしれない。あんまり置けないわ。あと桜の花びら枝も置きたいのと、ここをなんか置けないかな。一本ここに一個置けないかな。存在してないスペースか、ここは。ダメか。ダメだってさ。まあそりゃしゃあないな。で今回光物には、光物っていうかそのライティング用としてアンドンのリメイク持ってきてるので、うまいことこれを散りばめながら使いたいんだよね。結構可愛いでしょあれ。桜のあの花札の柄なんですけど、それとあと桜の枝を使って、まあ、夜景はちょっと綺麗にしようかなみたいな。結構置ける数が限られるね、やっぱりね。あんまり爪爪だとそれはそれで逆に美しくないので、ここはベンチだよね。ここはとりあえずベンチ置けるので置いて、こっちも本当はもっとこう 0.5 マスずらしとかやりたいんだけど、マジで幅狭いから、まあこの辺でいいでしょう。でここに枝置いちゃおうかな。枝もねさっきもらったので4つもあるんですけど、横向きかな。いいねいいねいいね。ここにも置きたいな。こう手前置けないな。そしたらここかな。ほら、やばいスペース取るよね。あ、でもいいね、いいね。うわ、いいわ、枝。枝、マジで尊い。置けないんかーい。オッケー、オッケー、いいね。ちょっと端っこ寄っちゃってるんだけど、致し方ないよね。そんなに、ポンポン置けないな、やっぱり。ここって1マスあるんじゃないの ?0.5 マス入ってんだな、これ。ちょっと無理やりやけど、この竹の、こいつで、道の幅というかさ、斜め具合を出していこうかな、ということで。ちょっともう、2、3個持ってこよう。ここ縦並んでるけど、なんとか、なるっしょ。で最後にしようと思ったんだけど、ちょっと道のこの沿い目にいい感じに花びらを置きたいね。道全部かぶっちゃうってよりは道がちょっとかぶるみたいな、あ、まあこんな感じかな。 0.5 マスかぶるぐらいの感じがベストなんじゃないかな。あ、まあまあまあいいんじゃない。ここなんかがここにも置きたいね。ああ、まあ悪くないね。ただちょっと真ん中に来ちゃうのも微妙かな。まあいいか、そんなの気にし始めたらちょっとキリがないので。あ、いいね、桜感出てる。で安定の七夕の笹もちょっと緑のもの置かないとか言いつつも、笹はまた別なのでヤシの木を置かないっていう意味で、まあ七夕の笹だったらワンチャンあるかなみたいな。多分笹のこの光がいい感じになるはず。さて完成いたしました。現在ですね、左下見ていただくと分かるように、なんと4月2日に前戻ってきました。ちょっと桜が映える道ということだったので、桜吹雪散ってた方がいいかなと思ってこの季節にやってまいりました。あれ、桜ってさ降らなかったっけか。あれ、まあいいや。あ、降ってる降ってる。 OKOKOK 行きましょう。もうすぐ見えるはず。今回ねここまで作ったんですけど、もうちょっと桜の花びらふーっと振ってるようなイメージあったんやけど、あ、散るのいいね。散るのいいよ。散るのいいよ。はい、下に行くと、生えてないんやけど。ピエン。さあ気を取り直して、ちょっと夜に来ました。多分夜の方が映える。うん。行ってみましょう。さあこんな感じでございます。あ、いいねいいね。アンドンいいよ。アンドンいいよこれ。あ、ほら低木いいでしょ。低木の間を木製のこのなんだっけ、洗面台にしました。花じゃなくて。いいね。どうどうどう。いや、アンドンがめっちゃいい。うひょー。でこっちは、竹垣灯籠低木脅し。いいね。この辺からさ、こんな感じでどうすか。あえて左手前にこう桜を入れることによって、ちょっと
いい感じになるんじゃないみたいな。なんか流れ星流れとるし、え、流れ星流れとる、来い。いや来ないんかい。どうすかちょっと細かいところでもうちょっと装飾してもいいのかなとか思ったんだけど、美の空白的なのをちょっと意識してて最近。やっぱなんか島内がごちゃごちゃしてるので、砂浜もごちゃごちゃしちゃうとちょっと重いかなと思って、道とかもすごい最近作ってるとこは控えめにしてるんですよ。あえてこんな感じで、まあ、それでも全然繋がってるなみたいな感じは出るんでいいかなと思ってるんですけど、こういうところ、こういうところに桜の花びらをもうちょこっと散らせてもいいかなぐらいかな。基本的にはまあ装飾自体はこれぐらいでいいかなと思うんですけど、アンドンがいい感じだね。あとはもうちょっとこう光物があってもよかったかなってのあるかもしれん。あと左上に桜咲いてたら最強なんやけど、ちょっと左上の景観的にあんまり。なんか待って、うわー、桜になってる。竹のスツールが、竹のスツールの下が桜になってるよ。ちょっとどうしてどうして。はい、ということでですね、今回は砂浜の極狭スペースと極狭岩場を、アレンジしてちょっとね一風変わった装飾を施してみました。うわ、いいね、この桜の枝がさ、桜の枝と手前の桜のさ、この月とのマッチングやばくない？なんかやっぱりこう屋台ただ置くとか、なんだろうな、普通に装飾風呂にしちゃったりとかっていうのは結構多分見飽きてると思ったので、あんまりこう見たことがないような装飾って何かないかなと思った時に、桜の映えるこう祭り道じゃないですけど、まあ、茶屋通りみたいな感じにしたくて、まあ、狭いながらにちょっと頑張ったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ個人的にはこのね、島に雰囲気合わせて作れたので満足です。配信とかで手直しをしてある程度装飾というかこのエリアがね更新できたので、夢番地更新したいと思います。だいぶエリアも変わったのでね、もしお時間あったら遊びに来てくれると嬉しいです。祝3000人ぐらい突破しててね、もう私は嬉しい。はい、ということですね、今回はということですって多いよねこれね。うん、ということですね、今回は、こんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。みどりさん、バイチャー。